透明を使用している洋室透明とは、薄などでもみ殻を外した後、風力を起こして、穀物をもみ殻、玄米、ゴミなどに選別するための農具。中国で開発されたと言われており、相応性の天候怪物に風船車として最初の記述が見られる。日本では、佐世友自衛門の合図農書で紹介されたのが最初である。和漢三歳図絵にも記載されており、 その頃から日本の農家にも広がっていったと考えられ、近世期から現代まで使われてきた。稲作が機械化した後も豆苗は豆や蕎麦等の選別に使われ、現在でも農機メーカーからかつての木製のものと基本的に同じ構造の豆苗が市販されている。価格は数万円程度である。豆腐を使用している様子内蔵する4枚輪の板がハンドルと連動して、 回転するようになっており、遠見の上部に配したロートから少しずつ穀物を落下させ、そこに横から風を送ることで、藁くずや実のないもみなどの軽いものを吹き飛ばし実の詰まった重い穀粒だけを手前に落とすのが基本的な原理である。落下させる穀物の流量を調節する弁がロートの下部に配置されており、穀物が落下しないように止めることもできる。 ロートの下には穀物を、遠身の外に取り出すトイが2本配置されており、風に飛ばされずに、重力で真下に落下した穀物を受け止めるトイが1番トイ、風によって少しだけ横に飛ばされる、シーナ等の軽い穀物や、選別の不完全なものを受け止めるトイが2番トイと、それぞれ呼ばれる。わらくず、もみ殻、そば殻、豆殻等の軽いものは、風に乗ってそのまま機外に排出される。 使い方は、風車を回転させるクランク状のハンドルを右手で回転させながら、左手でロートから落下する穀物の流量を調整するのが基本である。良好な選別を得るためには、風車の回転数と落下させる流量の調整に、ある程度の慣れを要する。現代の遠見は、風車を電動モーターで駆動するものもある。この脱穀した穀物を風船する原理は、 脱穀と選別を同時に行う自動脱穀機にも応用され、現代のコンバインやハーベスター等の農業機械の脱穀機にも穀物の最終的な選別機構として使用されている。これら現代の脱穀機においても、選別の済んだ穀物を1番、選別が不完全で再選別を要する穀物を2番と呼ぶのは遠見の名残であり、風船の風を発生させる風車も、 遠見ファンと呼んだりする。ありがとうございます。